こそカラスのリキへようこそ、今日はリキが怪我をしました、左足かな、お昼ご飯食べに行って戻ってきたらもう足は上がってる状態で、どこで何をしたかは不明です。で、すぐに動物病院に電話して連れて行ってきました。で、まあ触診してもらって、特にまあそれは問題なかったみたいなんで、レントゲンも取ってもらいましたけど、異常はなしでした。診断は捻挫かなっていうような内容やったんですけども、なんとも分かりませんね。で、一応痛み止めだけもらってきたんで、今から飲ませようと思います。はい、今回出してもらった痛み止めがこれで、このシリンジであげるっていうことですね。 0.1 ミリかな。で、これをくちばしの横から差し込んでゆっくりと入れてあげてくださいって言われたんやけども、そんなこと力にできるんでしょうかっていうことで、一応まあ助っ人にママ呼んでるんで、最悪まあ捕まえてもうてやるっていう形になると思います。はい、そしたら痛み止めをまずシリンジに吸っていきたいと思います。 0.1 測ります。じゃあちょっとやけど息は飲めるのかな。はい、 0.1 測りましたんで上げてみたいと思います。はい、じゃあママに持ってもらってあげたいと思います。抱っこしてもらいます。左足はずっと浮かしている感じですね。まあ、ついたり上げたりでちょっとマシになってきたのかな。さっきは 100% 上げとったので、あとは診察やらのストレスもあってちょっとイライラしてるのかなって感じです。まあ、しばらくちょっとゆっくりしてもらおうっていう感じになると思います。というわけでリキさん、お利口するんやで、お大事に。またちょっと様子が違うな、やっぱりな。はい、じゃあというわけで今回はリキが怪我しましたということでお薬あげました。終わりにしたいと思います。リキちゃんを大事にね。バイバーイ。